こんばんは。1月11日月曜日の夜でございます。平山茂です。新成人の皆様、本当におめでとうございました。それでは本日も例のやつ言わせていただきます。今日は1月11日ということで、3連休最終日でございます。明日からまたお仕事でございます、ね、そういう方も多いと思います。本当に頑張りましょう、頑張りましょうね、うん、大丈夫だから、大丈夫だよ、大丈夫、君は大丈夫だ。あんまり行きたくないって思ってるかもしれないけど大丈夫だから、うん、絶対大丈夫だから。もう僕はそれが言いたいだけなんだ。本当に大丈夫、大丈夫。明日仕事行ったら面白いことあるから、うん、ね、明日も楽しんでいきましょう。うん、それだけ。うん、うんうんうん。ね、じゃあまた明日会いましょう。待ってますからね。僕は待ってますよ。大丈夫大丈夫。うん。じゃあおやすみなさい。平山茂でした。おやすみなさい。